ゾーンは日本のガールズロックバンド。2001年にメジャーデビューし、2005年に解散したが、2011年に再結成された。その後、メンバーの引退やトラブルにより2013年4月に活動終了。所属事務所はランタイムミュージックエンタテインメントで、所属レコード会社はソニーミュージックレコーズ。公式ンクラブはザジズセゾーン。 メンバー全員が北海道札幌市出身。芸能養成スクールであるスタジオランタイムの生徒にて結成される。メジャーデビューする前は高代をメインとした8人編成でのボーカルダンスのユニットで徐々に人数を絞り、1999年にインディーズでデビューマキシングル Believe in Love リリース時に高代、美優、みずほ、舞子の4人になった。 デビュー時にはバンドでもなくまたアイドルでもない音楽ユニットの新ジャンルバンドルとして売り出される。当初は楽器の演奏力はなくファーストシングルとセカンドシングルはパフォーマンスの一環として楽器を持っているのみだった。しかしサードシングルからは本格的に楽器演奏を始め最終的には実力派ガールズバンドとしても注目されるようになった。 名前の由来は、二つの意味と願いが込められている。一つ目は、まず、ゾーンが本来持つ、領域という意味。彼女たち自身が持って生まれた果てしない領域を超えた、存在であるように、彼女たちが持つ未知なる可能性と、新しい世代のパワーを信じ、広がる、領域。また、現実の、領域を超える存在になってほしいという願い。札幌から始まり、 北海道日本中、日本、世界中に広がってほしいという願いが込められている。二つ目は、アルファベットの最後である、Z から始まること。ゾーンという単語は、アルファベットの最後の文字である、Z から始まる。Z からのスタート、すなわち、底辺の位置、ゼロからスタートして、トップを目指して、上へ上り詰めていってほしいという願いが込められている。 代表曲は2001年8月8日に発売し、TBS ドラマ、キッズ・ボーさんの主題歌にもなり、オリコンチャート最高2位を獲得した、シークレット・ベース、君がくれたもの。NHK 紅白歌合戦出場3回のうち2回で披露されたほか、2005年4月1日、日本武道館から解散コンサートの模様をミュージックステーションで 全国制中継された際にもこの曲が演奏された。プロデビュー以降の身を以下に記す。インディーズ時代は完全なダンススタイルのグループであったが、インディーズデビューシングル、Believe in Love のカップリング曲、僕はマグマのミュージックビデオにおいて、各メンバーが楽器は演奏せずに持ちながら踊るというパフォーマンスを見せた。これがメジャーデビュー曲、Good Days。 セカンドシングルの大爆発ナンバーワンでは楽器を演奏している振りをしながら踊るというスタイルに変化していった。サードシングルのシークレットベース君がくれたものからは演奏の振りではなく実際に演奏し始めるようになり、フォースシングル世界のほんの片隅からでは一度楽器を置き、デビュー前から練習してきたダンススタイルに戻したものの、フィフスシングル夢のかけら以降は 基本的に楽器を演奏しながらも時折ダンスも披露するスタイルとなった。2005年2月7日、水穂の脱退表明により解散が決定した。水穂が今年高校卒業となり、一度自分を見つめ直す時間を持ちたいと表明したところ、他の3人のメンバーも水穂が卒業するのでは続けていけないという結論を出したことがその理由である。なお、 解散後に発売されたベスト版 E コンプリート A サイドシングルスはゾーンにとって最初で最後のオリコン1位獲得となった。解散までの活動期間は CD デビュー日から数えて4年だった。期間中にはシングル15枚、アルバム3枚ベスト1枚の計19枚、ミュージックビデオ3本をリリースした。2006年4月19日には ファン投票により選出されたカップリング曲のベスト版、裏イーコンプリート、B サイドメロディーズが発売された。また、同年5月24日にはベストミュージッククリップ集の DVD、ゾーンベストメモリアルクリップスも発売された。解散後、ミユは一時期、ミユ名義で活動後本名の長瀬みのるゆで、ともかは西村朝香としてソロ活動を行い、 高代は一時期高代名義で活動していたが、元の芸名に戻して活動し、舞子は舞子の名前でマリアを結成し活動していた。水穂は目立った活動はしていないが、高代のブログに何度か名前や写真が登場した。また、高代のライブに出演したこともあり、高代のブログを水穂が更新するなどを交流が活発化していた。 しかしこの直後に高代は活動を停止してブログも閉鎖してしまった。2007年12月23日にゼップ札幌で行われたクリスタルライブホワイト XI'm Azure 7では長瀬美優がブログでアンケートを行い最も票の多かったグローリーからーズかの扉を披露する際途中からマイコが現れ二人で熱唱した。これは解散以来の二人の初共演となった。 2008年4月29日、長瀬美優と舞子が、昭夜の寺田恵子がプロデュースする、ライブイベント、ナオンのヤオンで、シークレットベース、君がくれたものを披露した。また、この日に限って、長瀬美優、舞子と、元プリンセスプリンセスの富田京子、渡辺厚子で、ゾンプリというユニットが結成された。なお、ギターとして、昭夜のメンバーらも参加した。 2008年11月30日、東京都港区にあるライブハウス赤坂ブリッツで開催された麻薬覚醒剤乱用防止啓発ライブパワーオブアートプロジェクトセカンドライブに元ゾーンのメンバーの内長瀬美優、舞子、西村朝香の3人が出演し、全員のステージが終わった後、ステージ上に3人が揃い、笑顔日和を披露した。2010年11月22日、 マイコは、マリア解散から7ヶ月後に5人組バンド、フラッシュバックのボーカルとして活動を開始した。2011年2月7日でデビュー10周年を迎えた。2011年4月2日、北海道の札幌ペニーレーン24にて、長瀬美優、マイコ、西村朝香の3人だけで、初の3万ライブ、Z1、東北地方太平洋沖地震復興支援ライブを行う。 ちなみに変更前のタイトルは2011年をお待たせしました。Z-1 ライブ決定。である。2011年8月にシークレットベース、君がくれたものの歌詞に登場する10年後の8月の言葉通り6年ぶりに1ヶ月限定で再結成する。再結成のメンバーはミユ、マイコ、トモカの3人で解散当時メンバーであった水穂や 途中脱退した高代は不参加。水穂は3人に参加を打診されたが、すでに結婚し子供がいること、もうドラムも叩けないことを理由に不参加となった。ライブでは男性のサポートメンバーがドラムを演奏した。高代に関しては不参加の理由は公表されていない。それと同時に、ゾーンと同世代の女性アーティストが歌うゾーンのトリビュートアルバム。 ゾーントリビュート、君がくれたものがリリースされることになった。この中で、シークレットベース、君がくれたものの、アンサーソングとして書き下ろされた、約束オーガスト、10 years later を発表し、8月14日と15日には、赤坂ブリッツで再結成ライブを行った。その赤坂ブリッツでの再結成ライブにて、今後は、チャリティイベントなどの出演を中心に活動していく、ことを明かし、 当初8月のみの予定だった活動を年内いっぱいまで延長することを宣言した。その後2011年10月15日に福岡書店新宿サブナード店で写真集一期一映像2011年8月の奇跡ザ・プロミス・オブ・イヤー・テンスの発売記念握手会を開催。その握手会にて私たちの歌を必要としてくれる人たちがいるなら歌っていきたいと述べ。 継続的な活動を約束した。事実上の完全復活と思われたが、後日誤報であったと事務所から発表された。2011年10月31日所属事務所ウェブサイトにて、体調不良により同年10月をもって、友果の脱退及び芸能界引退を発表。それに伴い、同年11月以降は美優舞子の二人での活動となる。2011年12月20日。 ゼプトキオで行われたチャリティライブ頑張れ東北チャリティライブスーパーガールズバンドメッセージに出演ライブ中の MC で2度目の活動延長を発表今度は期限を設けず2012年以降も活動を継続することを発表した2012年には現役時代以来の新作にして結果的に唯一の新作シングルを発売しツアーを行った 同年12月にツアーの DVD、ブルーレイが発表されたが、これがゾーンとしての最終作品となった。2013年2月13日、ミユが当日付で契約解除されたことが所属事務所から発表された。原因は前日の通りだが、これによりメンバーは舞妓一人のみとなった。2013年2月15日、ミユのオフィシャルブログが閉鎖された。 2013年3月2日、オフィシャルサイトにて唯一人残ったメンバーの舞子がメッセージを発表。同年4月7日に渋谷をイーストで開催されるイベント、ゾーンファイナルイベントをもって活動を終了させることを発表した。4月7日、舞子によるイベント、ゾーンファイナルイベントをもって活動終了。舞子はジャッククイーンとして一人事務所に残留し、 ミニアルバムをリリースしたが、2014年2月には音楽性の違いを理由に解散。これにより、ゾーンメンバー全員が事務所を離脱し、芸能界から引退した。その後、マイコは、マイとなお改め2018年3月より、芸能事務所44プロダクションに所属し、芸能活動を再開している。基本的に、外部アーティストが楽曲提供する形をとっていたが、 一部楽曲では、自ら作詞を手掛け、再結成後はメンバーが作詞を手掛けていた。また、事務所の社員でありながら、多くの楽曲を提供した、町田の彦は、メンバーたちが、同じ年代の子供たちと比べて、非常に高い目標を持っていることに驚いたことから、インディーズ時代より、楽曲提供を始めている。シークレットベース、君がくれたもののヒット以降、 ほとんどのシングル曲の作詞、作曲を手掛けた。キーボードのスタイルに影響されたのは、小室哲也氏によると語っている。夢を信じてね、愛を大切にこれが、町田則彦氏のモットーでありゾーンの楽曲にも、その世界観が現れている。しかし、ゾーン解散と同時期に町田も事務所を去ったため、再結成後は、楽曲制作に関わっていない。ゾーンクリップスレイチ。 サニーサイド、ゾーンクリップス02、フォーエバーサイドゾーン TV スペシャル DVD エディション、夢始まったばかりゾーンクリップス03から2005、卒業運動は6月22日発売。ゾーンファイナルイン日本武道館2005年4月1日、心を込めてありがとう運動も、同日発売。ゾーンベスト、メモリアルクリップス、10年後の8月、ゾーン復活しま。 小、同窓会だを全員集合。DVD、ブルーレイ同時発売ゾーン7年ぶりツアー、二人になりましたけど、何か、DVD、ブルーレイ同時発売2002年2003年2004年2005年2011年2012年。ありがとうございます。